岐阜東中学校、高等学校は、岐阜県岐阜市や、一式四丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、市立中学校、高等学校。略称は、木東。岐阜市の中南部、金華山の南東に位置し、周囲には、岐阜市立町、森中学校、岐阜県立衛生専門学校、岐阜県総合医療センターほか、いくつか、学校や、 教育施設が所在し、岐阜市は文教地区を指定していないが、いわゆる文教地区である。校舎敷地内には、岐阜東中学校、岐阜東高等学校、戸田高等学校と、学校法人戸田学園3校の校舎が、併存しているが、一部教養施設を除いて、校舎や正門は異なる。また、戸田高等学校は、もともと、富田女子高等学校という女子校で、 当校は男子校であった。現在では両校ともに教学化されているが、授業、カリキュラムや学校行事も異なり別の高校となっている。見学の精神、やり抜く精神のもと、知性と教養あふれる人間性を育成し、何事にも最後までやり抜く人材を社会に送り出すことが教育目標とされている。そのため、生徒の自主性、 社会性の育成が大切にされている。学校祭や球技大会、芸術鑑賞会、また、生徒会活動や部活動を通して、優位な人材の育成を図るとともに徹底した、進学指導が行われている。授業全力主義、チャイム2チャイムをスローガンとして掲げている。平日の授業は一限50分が7限と、修塾度別授業や、各教科の補修が早朝。 放課後に実施され、第1、第3土曜日に4元授業が行われている。放課後にはさて、ネット教室の個別ブースで、オンデマンド講座が受講できるなど、個々の状況に合わせた学習環境が充実している。建設コース、進学コースは1年次終了時点で、コース変更が可能。ただし1年間の学業成績等を考慮して判断、されるので、希望すれば、 コース変更ができるということではない。2年次から文系、理系別のクラス編成が行われる。ほぼ全員が大学進学を希望し、進学先は4年生大学進学者が約9割を占める。東京大学、京都大学、一橋大学をはじめとする国公立大学や、いわゆる総計上理、熊町や石石同立などの私立大学に合格者を輩出している。 中高一貫六ヶ年家庭においては、医学部医学会の進学者は、全卒業生の約1割に及ぶ。図書館の蔵書数5万5千冊は、寄付圏内の中、高等学校では、最大規模であり、全国的にも、屈指の内容を誇る。食堂は200席あり日替わりメニューや、単品物など隠しメニューが豊富。焼肉丼370円、麻婆丼340円。 カレーラーメン280円、うどん250円、夏季限定メニューの冷やし中華250など、校舎の全館に冷暖房設備が完備、体育館は平成11年に建て替えられた。校舎敷地の南東にある第2グラウンドはサッカーコートが2面取れるほどの広さで、グラウンドの北側にはハンドボール専用コートがある。特別校舎5階屋上のドーム型天文台に、 設置されていた。1927年に日本の天文学者山本一世によって輸入された当時東洋一の後継の望遠鏡。1962年に東港に移設された。天文台は老朽化などの理由により撤去されたが、カルバー4 6トル反射望遠鏡は京都大学花山天文台に現存しており、貴重な資料として保管されている。 近隣にある、高見ヶ原市、大垣市、水穂市、本須市、橋間市、橋間郡、関市、山形市、犬山市、市宮市、また、田地見市、稲沢市、名古屋市など広域から通学する生徒もいる。ありがとうございます。